こんにちは。6月5日日曜日 NTV です。今日私このように着物姿での登場となりました。と言いますのも、今日は特集で素晴らしいゲストをお招きして、着物についてのいろいろなお話を伺うことになっています。番組の後半となりますので、どうぞ皆さん楽しみにしていてください。トーランスにある末広エージェンシーの事務所、これお客様のですね、長襦袢に襟をつけまして、カバンブルーというかですね、今日ははるばるサンディエゴからお客さんがやってきました。生後間もない赤ちゃんを連れた夫婦、子供の誕生を祝うお宮参りの着付けをすることになりました。日本の伝統行事にのっとり特別な日にしたい、そんな夫婦の思いを感じながら丁寧に説明をします。そうですね、自分の好きな色を実際に着て選ばせていただいたので、とても満足した色が選べてよかったなと思います。着付けの後はいよいよ記念撮影、2人にとって大切な思い出となりました。さあ、それでは今日の特集です。番組のオープニングでもお話をしましたが、今日は着物の話題ということで、末広エージェンシーの方々にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。素敵なこう着物姿で、男性のなかなかね、男性の着物って見る機会がないですけれども。そうですね、かっこいいですね。ありがとうございます。ロサンゼルス、アメリカでは男性の着物姿は珍しいですよね。そうですよね、はい、で私も今日はこのように素敵に着付けをしていただきました。旅行似合いですね。ありがとうございます。なんかこう不思議なもので、着物を着るだけでこう精神といいますか、ピリッとするんですよね。そうですね、背筋がピンと張るというか、いつも使わない筋肉を使っていますので。まず最初に、この着付けのお仕事、お二人はどういうお仕事をされているのか教えていただけますか。はい、着付けと言いますと、皆様一般的に想像されるのが、あれですね、成人式の振袖のお着付けとか、あとは結婚式の花嫁様の着付けとかですね、あと結婚式に参加される方の着付けをそうされると思うんですけども、そういうのももちろんやらせていただいているんですが、私どもそのイベントに参加するにあたって、そのイベントに応じた、目的に応じた着付けをさせていただいております、はい、例えばですね、今までやらせていただいたのは日経博物館とかですね、あとはラクマの方で着物ショーをやらせていただいたりですね、そのやっぱ着物ショーは距離が、お客様とモデルさんの距離がありますので、その柄の大きいものを使ったりですね、遠目から見ても綺麗と思われるような着付けを心がけたりですね、すごくね、なんて言うんでしょう、日本にいる方が、まあ、着物を見る機会だったりあるかと思うんですけれども、あえてこうアメリカに来てからそういうものに興味を持ったって、何かきっかけはあったんですか。はい、はい、きっかけと言いますと、私は日本でもイベントのお仕事をしておりまして、モーターショーとかね、その運営の仕事をしてたんですけども、こちらに来た理由もですね、イベントのパーティーのことを学ぼうと思いまして、こちらに来てユダヤ人の会社とかで働かせていただいて、いろんなパーティーを見てきたんですけれども、ある時押本先生の伝達式ですね、卒業式、着付け教室の卒業式のお手伝いをする機会がありまして、そこでそのこちらでその初めてと言っていいほどその着物の姿の女性をたくさん見まして、もうこれは素晴らしいなと。で、今まで見てきたそのユダヤ人の方々のパーティーに比べても劣らない
なと思いまして、これいけると思いまして、僕の中では着物っていうのはまあ、ファッションのジャンルの一つだと思ってたんです、思ってたので、比較的その着物をこう習ってるというよりも新しいそのファッション感覚で、あこういう感じでやるんだっていうあれだったので、その多分日本人的にその着物を習うっていう感覚ではなく、ファッションの一つとして、あこういう着方なんだという感覚だったの で弊社の代表の下本先生のその教え方も、そんな着物というのはね、こういうこういう風にしなきゃいけないんですって固いイメージがあったんですけど、やっぱそのイメージがなかったので、逆に古いものですけど僕の中では新しいものに挑戦したという感覚があったので、で今はそういう、そうですね、ファッションという感覚で見てるので、すごく面白い新しいジャンルだと思ってますね。あの着付け教室をされていて、たくさんの生徒さんを教えていらっしゃると思うんですけれども、はい、全く着物を触れたこともないっていう人でも学べるものなんですか？もちろんです。あの基本的に皆様全く触れてない方の方が多いですね。でもしお持ちじゃなくても、私どもからレンタルというか貸し出しってできますので、全くお持ちじゃなくても大丈夫です。それだったら気軽にその新しいファッションを覚えるという感覚 で、ね、はい、アメリカ人の方々、やはりこう実際着物を、着物というものを分かっていても、きちんとした着物をこう着付けしてある、きちんとした着物を生で見る機会っていうのはなかなか意外になかったんじゃないですかね、今まで。そうですね、特にアメリカ人の方が思われるのは、やっぱ着物イコール浴衣というイメージというか、もう認識になっているので、でそこでその着物の姿の女性が登場すると、あこれが着物かと、今まで見たことなかったので、皆さんビューティフルとかですね、アメージングと言っていただけるので、本当に僕らもやっていて本当にやりがいがありますね。そうですよね、はい。リトル東京で行われた映画撮影の現場、今日は学生映画の撮影が行われています。末広エージェンシーは役者の着付けを担当しました。宮本武蔵が登場し、日本文化を背景とするこの映画、作品のニーズに合わせた着付けを行わなければいけません。やっぱり背筋がパッと伸びた感じで、日本にいる機会を、日本にいる時はあんまりそういう機会がなかったので、再認識というか、着物って素晴らしいなっていうことを感じさせていただいてます。I think they're wonderful. They've been doing everything that we expected them to do and more so. そうです、監督からも主人も、はい、やっぱ日本の文化も絡んできてますので、その崩せないとこと、まあ、ここは映画なのでしょうがないってところは、その兼ね合いを一緒に見つけながら一緒にやっています。まあ、そのやっぱ時代もありますので、その何でしょう、変というよりは、まあ、それを見て勉強をさせていただいてますし、そうですね、押本先生ともいろいろそういうことを3人で話し合って気をつけて言っておりますね。お稽古始めたのが今からもう約2年前になりますけど、よく気がついて、よくいろんな方にも配慮してよくやってくれますね、はい。でもまだまだですけどね、でも楽しみです。これからいろんな形で育っていくので、ええ、結構その選択をするだけでも時間かかりますよね、撮影終わった後で。そうなんです、だって終わるのが夜遅いので、それから帰って洗濯をして、干してから、またその次のまたコッシュも作ったりリメイクをしたりして、まあ、寝るのがまあ大体遅いの で朝もやっぱ早いんですね。よく海のシーンとかがあるので朝日で撮ったりするので、間に合わないことはないですけれども、頑張っていらっしゃいただいてます。じゃあもうほとんど寝ないでそのまま行くなっていう時もあったんじゃないですか。そうですね、
末広さんはこちらのアメリカに会社を立ち上げられて、はい、まあ、着物の文化を広めていこうということでやっていらっしゃるわけですけれども、アメリカに実際こう会社を作ってお仕事をしていていかがでしょうか。そうですね、僕はすごく面白いなって思ってるのは、やっぱり彼が言ったようにその日本人に対してやっぱり着物をしっかりこう着せて喜んでもらうっていうのもそうなんですけど、やっぱりここアメリカの地なので、アメリカの社会のこの会社とどう着物で絡んでいくかっていうことが僕も含め代表の押本先生でもそのことをいつも考えてるんですね。でここ最近で言うとそのアメリカのタコベルの CM の方から依頼が来たりだとか、やっぱりどういう方向でこう着物を一緒にこう、まあ、フューチャーということじゃないですけども、どう絡めていくかというか。末広さんで、はい、新しい試み、着物のトラディショナルも大切にしながら新しい試みをされているかと思うんですけれども、例えばどういったことがありますかね。過去にやったお仕事なんですけれども、押本先生が、はい、フランスのカメラマン、これ雑誌の防具、日本防具のお仕事だったんですけれども、パリコレで使ったコレクションをそのフランス人のカメラマンの方がロサンゼルスの方に持ってきまして、その日本の着物とコラボレーションをしたいということで、その方が普通 の, そのパリコレの何でしょうコレクションと着物の帯とかですね、足袋とかいろんな着物と合わせた写真撮影をされたんですね。でも今後はどんなふうに展開をされていこうと考えていらっしゃいますか。そうですね、今後も先ほどお話ししたように、はい、やっぱりアメリカの社会でどういうふうにやっぱりその日本文化を広めるというのは、まあ、もちろんなんですけども、どういうふうに着物というものを本当にそのファッションとして他の外国の方がも楽しんでいけるようなふうになっていっていくのが僕はなっていけたらなと思っていますね。はい、分かりました。着付けで一番大事なのは心で着付けるということを常におっしゃっていただいて、それはそのお客様にただ着物を着せてはい終わりではなくて、常にその相手のお客様のことを考えながら着付けをして、いかにそのお客様をきれいに仕立て上げるかということに考えながら常に着付けをして、しかもそのやっぱり着付け師はお金をいただくので常に感謝をしながらですね、でお客様を常に考えて着付けをするということを常に学んでおります。今日は末広エージェンシーの石井さんと寺内さんにお越しいただきました。着物のお話本当に楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は末広エージェンシーの皆さんに着物についてのお話をいろいろとお伺いしました。私もすごく久しぶりにこうやって着物を着せていただいたんですけれども、やはりこう着物を着ると気持ちがピリッと引き締まって、そして先ほどのお話にもありました非日常の中に自分がいるような気になってすごく楽しいですね。そしてしかもこうちょっと豪華な気分にもなるから、まあ、不思議だななんてね思います。でもこれから末広の皆さんには日本の着物という文化を通して日本の心をもっともっとアメリカの人たちに教えていってほしいな、そんな風に思います。応援しているので頑張ってください。さあそれではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。